はい、どうも、ジュンティムでーす。ヨヘイでーす。ヒロトでーす。そして、アオちゃんでーす。お願いしまーす。というわけで、今回、アオちゃん来ました。はい、おはようございます。はるばる遠くから。ありがとうございます。ありがとうございます。呼んでいただいて。ありがとうございます。すごいです。いやいや、アオちゃんはですね、大阪在住ですよね。はい。で、今回撮影のためにわざわざここまで、埼玉まで来てくれて、いろいろね、この後いろんな動画出るんですけども、そこでいろいろ、何のために来たか、わかると思うので。アオちゃんはね、TikTok とかショート動画にすごいこう、めちゃめちゃ特化してるというか、めちゃめちゃバズってるあの方でして、気づいたら流れてくるよね、まあ、そうなんだ、はい、なんかすごい、なんかすっごい変わって、なんか変わった感じの声のあれが出てくるやめとけやめとけみたいな、そうですね、否定から入って最後、これめっちゃイエローみたいな感じのすごいこう、面白いし、まああとはなんか最近ショップとかのなんか紹介ショート動画ですごいしてる感じがする、 あの低い声でイケボイス、ね、イケボでやってるからちょっとずるいっすね最近俺ひろゆきを聞くな、ひろゆきあれはあれですね、ボイスメーカーみたいなやつですね、あれやってますね、ひろとにも教えてってほしいもん、教えましょうか、ひろと、いや無理しよ無理しよ全然無理しよ、なんでひろとの真似してそれを言うの、いやちょ無理しよ、僕には無理しよ、行きましょう、行きましょう、僕には無理しよ、行きましょう、行きましょう、めっちゃ無理しよっていう感じのあのクオリティなんで、いろいろ教えていただいて、今回ね、やっぱやらかしマンヒロトのためにいろいろ教えてやるよってことで、リマインド機能とかね、はい、いろいろ大阪から教えに来ました、そう、教えに来たんで、出張で、そうです、そうです、高いですよ、高いですよ、今日は高いです、高いですよ、高いです、はい、で今回ですね、せっかくなんで、アワちゃんってさ、 Z の最新バッドウッドがある、いや、ないんですよ、マジ、はい、初見です、大阪の人はまだあれですよ、仕方してたとかしてない感じ、そうですね、マジ、もううちらもう何回売ってっから、うちら何回売ってっから、気になりますね、ちょっとよかったら一緒に、おし売ったないですか、一緒に打ちましょうか、いいっすか、はい、ちなみにね、こちらね、はい、モンスターブラックキャノンね、紹介しましたよね、モンスターブラックキャノン、そしてこちら、はい、ブラックキャノン A パワーっていう、まあ、こちらはカーボンバッテ30巻構造で、この中に20センチのエアバッグが入ってる、そういう機能になってます、エアバッグ機能もあるので、さらに飛ぶ、今までのブラックキャノンシリーズの中でやっぱ一番飛ぶと言われてるバットで、まあこれ噂によると、ウレタンバットと同じぐらい飛ぶ、マジですか、相当これ期待できるバットです、気になりますね、はい、こちらのモンスターブラックキャノンに関しては、過去最高の、なんだろう、ウレタンの厚さ、レガシーとか、MM とかよりウレタンが厚いんですよ、だから間違いなく飛ぶんですよ、飛びますね、はい、で今日はありがたいことにね、風があります、おお向かい風だね、はい、逆風なんですよね、なんでまあ多分このグラウンド的には多分軽く、まあ超えるんじゃないかな、今日は狭めだしね、ちょっといつものグラウンドよりかは狭いので、ちょっとこうフライ上げれば完全にしっかりこう逆風で戻ってくるんで気をつけてもらって、はい、でもこれはマジ両方ともライナー結構いいですよ、ライナーガンっていくとピュー伸びるんで、お、はい、まあライナー打ったりこのフライ打ったりいろいろしてみて、はい、この打感とかを確かめてもらいたいと思います、わかりました、それではいきましょう、ゴー、はい、ということでですね、はい、これから打っていくんですけど、はい、今ちょっと練習したじゃないですか、実は、はい、はい、どうでした、最初の初見、初見どっちがどっち派でしたか、あー、僕多分ミドルバランスが好きなんで、うん、A パワーの方が僕は振りやすいかなと思いました、なるほど、ちなみにモンスターもミドルしかないですか、あ、そうなんです、種類がトップなくてミドルだけ、84、85、84、あ、84、730、なるほど、多分より手元に感じたのがこっちだったんで、なるほど、 A パワーより、はい、よりだったかなと、なるほどね、はい、なるほどね、まあ、ぶっちゃけもう実際に打って、はい、僕ら打ってこうなかなか強かったけど、はい、周りの人が A パワーを押してる、あ、やっぱそうなんですか、なぜか A パワーを押してて、濡れたんだからってのもあるけど、はい、なぜかみんな、まあ飛ぶ飛距離もあんま変わらなかったんですよ、あ、そうなんですね、 A パワーのがガン伸びてるだったモンスターちょっとこうドライブかかると無回転とか、はいはいはい、多かったらしくて、確かに無回転は 何回か、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、さあ、じゃあ行きましょう、はい、お願いします、お願いします、外野にはヒロトがいます、ヒロト行くよ、
いい打球飛びますね。普通にいいよね。はい、手が速いし。よっしゃ、ちょっと弾道上げていきます。行こう。なるほど。いいっすね。打球速度はいい感じで。いい感じ。はい。え、いつも何使ってんのバット？ちなみに僕レガシーで最近 MM18 を買いましたね。マジか。はい、初です、これは。マジか。はい。あ、どうすかね、これは Z やめとけやめとけですか。これは Z やめとけやめとけって、これちょっと後でやりましょう。やめとけ系はもう足だ。いや、久しぶりにちょっと解禁しましょう。やりました、はい、新年初。新年初で。あー高っ。でも打球速いよ。速いですね。でも、うん、あとは回転かけてちょっと飛ばしたいですね、飛距離を。そうですね。結構いいですね。おお、いい。投げた面白い。俺の投げた面白悪かったけど、めっちゃ飛びますね、これ。いいとこで当たった。結構いいですね。出がし並みに、ポーンって今飛びます。伸びがこう、ね、1回、もう2回ぐらいこう、ぐらい伸びる感じです。おお、結構、はい、いいですね。打球速いです。速い。ちょっとさ、形状細いじゃないですか。あ、細いですね。こう真ん中辺も細いし、はい、まあ、こう振りやすさとかこうしなりとかそういうところをこう重視してるんだけど、はい、結構でも振りやすい方ですよ。最初こうちょっとトップ気味なんかなと思って振ってたんですけど、うん、全然僕ミドルしか使わないタイプなんで、うんうん、でも振れましたね。普通にやっぱミドルバランスの感覚で普通に振れますし、やっぱり僕は使いやすいと思いました。ありがとうございます。はい、これはあの動画的に、あ、今動画持ってないです。あの、別にあわちゃん芸人じゃないからね。今動画持ってないです。これどっちですか。あ、動画持ってます。待ってますよね。はい、オッケー。じゃあ次トイパーでいきましょう。はい、練習の時はこっちがね、良かったんで。なるほど。はい、ちょっと本気で本気で行ってみます。本気で行こう。はい、ベール抜きます。はい、泡ベール抜きますよ。これでいく、これでいく。よし、行こう。戻ってくるけど、でも感触はいいですね。いいでしょ。はい、飛ぶんすよこれ。ちょっともうちょっと頑張ってこう当ててみて。はい、うん、今乗せた感じあったっすね。まだまだやな、さっきの方やった。また悪い。ポイントがすげえ。あれ、あわちゃん身長いくつだっけ。身長、身長175です。 175? はい。体重どんぐらい。70です。170、175、70ぐらいの肩のバッティングですからね。はい、結構同じ人多いはず。181と104とかいないと思うんで、ね、行きましょう。あ、でもさ、高く上がるのよ。めっちゃ高く、そうですね。なかなか落ちてこないみたいな。そうですね、確かに。掴んだら離さないといけないんで、なかなか。いい打球、いい打球です。おぉ、いいよ。おぉ、早い。おぉ、ちょっと思ってて飛んできた。たまったもんじゃない。たまったもんじゃない。確かに。いや、いいっすね。すごい。
ラスト、ラスト。わお、いいじゃないですか。あ、飛び出した。なるほど。はい、じゃあ次、じゃあ僕行きます。はい。うわ、超飛んだよ。すげえ、やばくない？よし、飛んだ。やば。はい。あー、そうです。おお。あー、そうです。おお。あー、そうです。おお。おーい。何してんだ、あれ。エラー。ちゃんと決定的な瞬間、超ズームが取る。マジかよ。大満プレイ。あ、やべ。JP 行きます、AP。 行こう、 A パー行きまーす、 A パー行きまーす。おぉおぉおぉ、早くね、打球。打球早いっすね、やっぱ。これの方がいいのよ。弾きえぐいよ、売れた打球。そう。あ、見た目的には一番威力ある。マジで追ってる感じでもすぐについちゃうから、ズームのスピードを速くしないとって思っちゃうぐらい。なるほど、打球が速い。でも上がるは上がる。上がる、上がる。そう、ラスト、ラスト、いきます。よっしゃ、はい。あー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 、それでやられた。いや、えぐ。どう？やばくない今。今のはあれ、ちょっと異次元の高さ。異次元だよね。異次元だ今。あの、僕らのこのプロモーションの動画があるので、それを見てもらって、あ、その後多分上がると思うんですけど、これはとにかくちょっと衝撃的です。はい、ちょっとこれはやめとけシリーズ新年一発、ちょっと Z さんで一発やりましょうかね。じゃあいいっすね。やったかやったか。これは多分売れるんじゃないですか。まあ値段はあのこの概要欄で貼ってますし、あのリンク貼ってますので。はい、そんな感じでね、あの今回でコラボしてくれましたあわちゃんの TikTok とインスタと YouTube の方、あの概要欄貼ってきますので、チェック、フォローよろしくお願いします。僕らね多分出てると思うんでね、よかったら見てください。はい、はい、あわちゃんの応援も、よろしくお願いします。というわけで本日の動画は以上になります。コメント、高評価、よろしくお願いします。それでは、ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。それでは、あいしょー。視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ来て野球やろうぜ。喋った方がなんかいい感じ。いや、あんた顔横に振ると多分顔映るんだけど。そうなんです。もうちょい前がいいな、顔を文字出して。やめとけあかんて。ええ加減にしとき、ほんまに。OK、 いい感じ、行こう。
これでこれでいい。